こんにちは、まんぷくまーこです。今日はとってもとっても大人気のあるプリンセスの世界をモチーフにした可愛い玉手箱を作りたいと思います。ヒントはとってもお歌が上手で、あー難しいぞ。プリンセス大体お歌が上手だからね。フォークで髪の毛をくるくるしちゃってて、人間に憧れてる女の子。そうです、その通り。今日はアリエルの世界観で玉手箱を作ってみたいと思います。キラキラときめく海の世界、玉手箱クッキー。じゃあ行ってみましょう、ゴー。今日はボックスなので 1,2,3 5つの面をね飾り付けたいと思います。でもちょっと全部を飾り付けてたら多分乾かないので、一面だけ作って、あとの面はねもう作ってあるので最後にくっつけてみようと思います。あと蓋とかも今日は作りたいと思うので、ちょっと皆さんついてきてくださいね。まず用意したのはこちら、真四角の黒いクッキー。これをまず色を塗っていきたいと思います。今日はアリエルちゃんなので水色の深い海をイメージした感じの色合いにしたいと思います。海イメージでね、今日はキラキラさせたいんだよね。で、ここに紫ちゃんをチュン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 適当に入れていきます。なんか海の奥底ってさ、濃い色と薄い色とよくわかんない光が混じった色みたいなのが混ざってるイメージだから、いろんな色を可能な限りこう混ぜて混ぜて、ちょっとミスってもいいから混ぜる。で、海の中を描いていきます。で、海のポコポコをこうやってイメージしてつけていく。そしたら貝殻ちゃんたちを乗せていきます。1個こっち。おお、かわいい、かわいいでしょ。こんな感じ、ちょっとみんなに見せたい。じゃじゃーん、ほら、あら、かわいい。で、ここにフランダーっていうお魚が出てくるので、フランダーちゃんもどき、ふんわりフランダーとふんわりセバスチャンを作っていきます。ほんとふんわりだから、ふんわりでいく。これあんまりがっつりガチで作りすぎるとあんま可愛くない気がする。ありそげフランダー、ちょっと、うん、もどきフランダー、フランダーもどきで、セバスチャンもどきも作ります。セバスチャンもどきはほんとセバスチャンもどきっていう感じのセバスチャンで、で、こんな感じでつけました。次、蓋を作ります。蓋はこんなものを用意しました。じゃじゃーん、蓋の部分こんな感じでピカピカ、こんなを作ります。で、本当はパラチニットをねみんなの前で入れる予定だったんだけど、あのね、いろいろ事情があってもうつけてます。なんでさ、パラチニット塗ったかっていうとさ、昨日こいつがさ2回も割れてさ、薄いプラス真ん中にさ、この穴を開けてるからさ、クッキー全体が薄くて細いんよ。完全に乾いたタイミングでさらに乾かそうと思って移したタイミングでポキッポキッて何回も割れたりしてさ、もうなんかもう嫌だってなって心が折れたから、これはもうパラチニットで補強してそのまま蓋として紹介しないと多分皆さんにお披露目できないと思って、ちょっとね本当はみんなの前でパラチニット入れたかったんだけど、ちょっと先にパラチニット流させてもらった。で、これまだデザイン考えてないからね、多分やりながら考えると思うから、ここすごい時間かかりそう。そうだね、どんな柄にしようか。
考えとけばよかった。デコレーションをしていきます。ちょっとこれがマジで私ね、どうしよう、できるかな、なんとなくだけどミスしそうな気がするな。イメージ的には宝箱、玉手箱、特別な何かを彷彿とさせる柄。あ、可愛いかも。モリモリの方がいいかな。マジモリモリにしすぎてもかな。こういうのね、考えながらやるのめっちゃ楽しいんだよね。で、時々、あ、間違えたなと思う。でもすごい楽しいんだよ。こういうのは思い切りが大事だ。こんな感じ。あ、可愛いじゃない？ほら。なんかちょっとなんかわかんないけど、何不思議な感じに絞ってみた。そしたら、ここに今日はパラチニットちゃんの水模様みたいなのを飾りたいと思います。なんとなくイメージは、お水の中からパチンと出てきたみたいな。こういう感じ。あ、やべ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 、乾いてないもんね。そうね。ちょん。あら、かわいいんじゃないの。ちょん。あら、素敵よ。ここにもちょちょん。で、ここにちょっと貝殻、ちょっと貝殻ちりばめちゃん。あら、かわいいね。うわ、やべ、貝殻止まんないわ。貝殻止まらないね、これ。貝殻乗せることが止まらないね。うわ、ちょっといいね。はい、こんな感じにした。じゃーん。うわー、ときめきツインクル来たー。金のパウダーちゃんをつけていこうかな。私こういうの大好きなんだよね、ラメラメみたいな。うわ、すんごいかわいい。どうしよう。あ、かわいい。じゃん。最高すぎない？よしよしよし。はい、かわいかった。で、これを塗り終わったら、次は、この今日作った箱の中に、ガナッシュサンドクッキーを入れます。こういう、貝殻型のクッキーにこうパカッと開けて、この中にガナッシュを入れてサンドしようと思うので、この貝殻ちゃんにまず色を塗りたいと思います。この子たちにガナッシュを乗せていきます。今回は中入れるのはお姫様っぽくしたいから、ホワイトガナッシュ、白いチョコでガナッシュ作りました。うわ、絶対かわいいよ。うわー、かわいい。おいしそう。あー、こっから見たらめっちゃかわいい。うわー、かわいいな。ってことで次、じゃーん、これ全部をくっつけていきます。今から見る、みんなこんな感じ。これが一つの側面。こんなのも作ってるよ。人手が乗ってるやつ、かわいいでしょ。ではこれをつけていきます。これで固めてる間に、周りをね、黄色で絞っていきます。
なんかこのガチャガチャした色合いがアリエルって感じで、しかも今なんか気づいちゃったんですけど、こっちはさ柄合ってる、こっちも柄合ってるでしょ、こっちも柄合ってる、反対につけちゃった。これこう本当こうなるとワカメが横から生えてるけど気づきたくなかった。だから私気づいてないことで進めていくんで、みんな指摘しないでね。ゲロカワできた。アリエル風玉手箱、ここにねセバスチャンがいたりフランダーがいたり、めっちゃ可愛くない？こんな箱を作りました。今日は息子たちにこれをプレゼントしたいと思います。ピーカーピーカーで、やっぱパラチニットとラメの相性良すぎてさ、本当に可愛い。皆さん今日の動画はいかがでしたか？いろいろとミスもしましたけれども、なんとなく最終的にできたので良かったと思います。それじゃあまた来週も見てくださいね。バイバイ、またね。